ラジオのやなたまるまるまる大丈夫ですね、これじゃね、お久しぶりです、ラジオのやなたまるまるまる、今日ははじめまして、ね、トルコフロムトルコ、トルキエキープロ所属のフジヌレモンスイというコンビで漫才をやらせていただいております。デブランディブルです、お願いします。壁と全く同じ色の T シャツを着てきて壁男効果すごいね、壁男ですよね、壁男、安倍高校ですよね、塗りそれ箱男だ、それ箱男か、実は、先日トルコに行ってまいりました。そうで、もともとはそのラーレ、聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけども、ラーレの作詞天野さん、作曲を出しさせていただきましたけども、トルコ語版をちょっとこうね、少し前から作っていたんですが、訳詞を作ってくださったのがデミルハン・デミルさんです。普段の呼び方でいいじゃないですか。てっちゃんです、てっちゃんです、てっちゃんです。あのデミルっていうのは鉄っていう意味なんで、この中では僕はてっちゃん、てっちゃんです。その詩のことでのちょっと相談でトルコに行くことに しましたっていう報告も含めてちょっと会って話そうかななんて思ってたら、天野さんがてかトルコに行く結局てっちゃん家まで行っちゃったのかな。てっちゃん家もそう、うちの実家まで行ってね、はい、あのうちの母親も、まあ、歌手やってる人で、民謡を、そうそうそう、歌ってる人なので、ちょっとラーレを聴いてもらいたい、うん、まあチューリップのね、あの原種を、そうそうそう、まあ、チューリップが、まあ、みんなオランダのもんだと思ってる中で、うん、まあ、トルコのもんだけど、その原種を探しに行って、はい、どうもムシュっていうほとんどイランの国境に近いところにあるんじゃないかということで、飛行機が飛んでるか飛んでないか分かんないようなところに行ってしまったら、普段咲いてるはずのチューリップがなくて、それを探すっていうことになりましたね。日本出てからたった1日半後には、なぜかテレビ出たりね、ラーレフェスティバルっていうのが、Festivalin en dikkat çekenlerinden biri Japon sanatçı Yamada Tamaru'nun kendi bestesi olan Muş Lalesi türküsünü. O sağ gidiyor ya, maçı goto. Ne? ね、子供たちが、ね、囲まれちゃって、囲まれちゃってもう、ぐりくちゃん、パフォーマンス自体は10分だとしたら、うんうん、もう、神対応タイムが30分だったんですよ。まあね、それで山の方に探しに行ったりして、うん、まあ、野生だから、普段咲いてるところにはなくても、標高が上がれば、あるかなって言ってた時、うん、てっちゃんが民族の歌を。ヤンマーヤンマーヤンマーって音がね、日本語と同じヤマって音の発音なんだけど、多分パッチとかパッチワークのパッチという意味なんでしょ。そう、継ぎ上げとか、ね、私の人生継ぎ上げだらけとかいうような不吉な歌を急に歌ってやっちゃヤマ行った方がいいかなと思って、ヤマ行ったらね、たったね、ほんと小さな緑の中に一点だけ赤が見えて近づくと、それがもうラーレだったって、これは素晴らしかったですね。あの本来は僕らがちょうど行った時に全部咲いてるはずだったんだけど、今年は雨が少なかったと、うん、世界中ね、今年は桜もそうだったかもしれないし、日本でも、そうそうそう、でもなんかいろいろ時期が早まって、花の時期が、うん、そんな中に何の情報もなく行って、で最終的にもみくちゃにされてるっていう今年はあの日本とトルコの国交樹立100周年、うん、今年咲く自然に咲くラーレを撮影しておきたいという思いだけで行った感じだったんですけど、なんかラーレが待っててくれたっていうかまあ2019年のトルコ司法典 の、 あのテーマソングとして作ったそのラーレっていう曲なんですけど、うんうん、その時からね、あのそれとコロナなんかパンデミックとかいろいろあってコロナ、まあ、トルコに行こうと思ってたけど例えば私も行けなくなったり、そのちょっとこう時間が経った中で、あの改めてその詩についてそのてっちゃんのそういうこう眼差しでこうまたトルコのこう色がこう入り、ラーレ新しいラーレがちょっとこの100周年に向けて、ね、はい、トルコ語でトルコの人たちにも、うん、その聞いていただきたいとか、まあ、何よりもトルコの人たちに喜んでいただきたいっていうのがありまして、本当に喜んでたね。
もう国交っていう字はさ、国が交わるっていう漢字書くと結構硬い字じゃない、四角いし、うん、こうやっても大きいだし、はい、だけど実際何の計画性もなく行くと、これが本当は国交なんじゃないのかなっていうことがあったかなと思って、うん、まあこういうことが始まりでもあってもいいし、もうすでにね、あの狙わずしてなってるっていうか、まあ、僕は無計らいの計らいみたいな、無計画の計画みたいな、無計らいの中にそういう深いものがあるんですよ。あの、言いますよね。言わないし。すいません。全員3人でこうラーレンに引っ張られて、トルコに行くみたいな。でもそしたらすごいいっぱいこうね、その出会いも含めて、あ、こういうことがあるんだっていうの、うん、てっちゃんもそうですね、てっちゃんもそこは全然応じへんようで感じよく知ってるから何しろ応じへんようって言って臨機応変のことなんだろうなと思ったんだけど、間違えたんですけどね、臨機応変が出てこなくてそこは応じへんようでお願いしますと、応じへんようって何そう、あれ大言葉になっちゃう、多分朝車の中でそう、まだねラーレが見つかってなかった時に、そうそうそう、でもうみんなこう考えてみればさ、だからそれってお王子変容に行きましょうよって言ったからそんなことはないって、でも臨機応変じゃない、ああそれですねって言ったけど、考えてみれば山の前に王子変容と王子言ってたってことだね、臨機応変に王子変容に次に山々ってことに行くってことは決まってたね。でもよくまだ残ってたよ、やばい、そうですよね、あの日僕らがそれをちょっと見て、あの夕方にはあの日のね太陽の光がすごい強かったから、待ってたように咲いてたけど、さかなり開ききってる状態だったでしょ、うん、あれでもうあの日で終わりだと思う、うん、待ってたとしか思えないね。 そんなわけでちょっとゲホゲホしてましたけど、みんなちょっと旅であの気圧とか寒暖差やらなんやらで、あのちょっとこうそう、まあ知恵がトルコに行き帰りとトルコの中での移動でも多分飛行機の中でね、はい、痛かったみたいな、ね、あのやっと晴れが引いてきた天野さんとか、私もなんかもう寒暖差とかいろいろで喘息みたいになっちゃったり、いろいろお騒がせ しましたけれども、次回またお楽しみに。ラーレラジオのようなたまるまるまる、またね、やまーやまやまー。